田市体育館が震えております。場内異様な興奮に包まれております。花道がご覧のように人垣で埋もれております。うずくまっております。まずはシルクハットにこのタキシードスタイル、口元にうっすらと笑みをも浮かべながらジャイブトーンズ、そしてその前を行くのがアブドラザ・ブッチャー、スキンヘッドにこの黄金の頭巾であります。場内の秩序が早くも乱れようとしております。この踊ろ踊ろしいミュージック、百戦錬磨のこの頭の傷が火を吹いたとき、そこがあなたの知らない世界へと変わるはずです。リングサイドに立ちすくむアブドラザ・ブッチャー、シックスメンタッグマッチであります。ご覧のようにまだ目を隠しております黄金の頭巾、今不気味な跳躍を見せておりますアブドラザ・ブッチャー、まだその目を見ることはできません。シックスメンタックマッチ45分の一本勝負が始まろうとしております。ブラックマグナムシェスカ・マクレイ、ご覧のようなパフォーマンス、黒い虎タイガー・コンウェイ・ジュニア、ジャイルトーンズです。五色のテープが宙を舞います。黒い術師アブドラザ・ブッチャー、400ポンド、ジョン・テンタ、胸にメイプルリーフのカナダの国旗ジョン・テンタ、東洋の神秘ザ・グレイト・歌舞伎です。270ポンド、ヤツ・ヨシアキ、日本人チームの大将となりますヤツ・ヨシアキ。砂漠レフェリーは和田恭平であります。さて放送席にはジャイアント馬場さんをお招きしております。馬場さんよろしくお願いいたします。よろしく。さて馬場さん、このブッチャー組対この日本人チーム45分の一本勝負でありますが、見どころと言いますとどのあたりになりましょうか。そうですね、見どころってね、日本人のねチームは、その飛び出し的にはあんまり良くないんですよね。ははで外人の方は割合に、チームを組むのはねそんな何回もないんですよ。アメリカでは、時々なんですよね。はい、ですけどもやっぱりちょっとこう固まってるんですよね。固まっている日本人同士というね。ああなるほど、チームワークでは黒人チームに振られているんですね。そうなんです、割方のチームワークいいんですよ。ああなるほど、それでブッチャーの言うことをよく聞きますしね。あなるほど、大将ブッチャーの完璧なしもべとなっているのでしょうか。さあまずはグレート歌舞伎、そしてこちらはシェスカ・ワットレイが出てまいりました。ジャイブトーンズのシェスカ・ワットレイ、そしてタイガー・コンウェイ・ジュニア、ともにこのお頬の模様のパンツを履いておりますが、この丸い頭の方がシェスカ・ワットレイ、そして幾分角刈りのような髪型になっているのがタイガー・コンウェイ・ジュニアということです。画面ではシェスカ・ワットレイ、そしてグレート歌舞伎の攻防です。さて馬場さん、今シリーズ第2戦神奈川大会におきまして、馬場さんはこの佐藤昭雄、ラッシャー君、木村と組みましてシックスメンタックマッチ、このブッチャー軍団と戦っているんですよね。そうです、はい。どうですか、印象としましては。ですから、ね、その時にその非常にこの3人外人がね、黒人のその3人がね、チームワークがいいということがね、分かったんですよね。はい、なるほど。さてこのシングルの割合にね、ブッチャーを入れて動きがいいんですよ。あそうですか。この日本側がね、はい、八千代歌舞伎と天太とその動きがねやっぱりその問題になると思うんですね。ちょっと不安が残るところであります。歌舞伎とやつはそんなに問題ないんですが、はい、テンタが入ってどの程度みんなとその合わせられるかっていうね。なるほど。だからテンタが一人でやるようになると危ないと思いますね。あさあ今グレート歌舞伎がサイドのヘッドロックに取っております。おっとお尻を小刻みに震わしております。これがシェスカ・ワットレイです。さあ頭を外しました。余裕の笑みでしょうか。ご顔妙なコミカルなパフォーマンス、これはブレイクダンスと申し上げていいんでしょうか、何と申しましょうか。非常にこの陽気な黒人であります、グレート歌舞伎。こういう動きをね、はい、するっていうことはねやっぱり割合に自信を持ってるからできるんですよね。あなるほど、自信がないとねこういうことできませんからね。はい、さあ今のところブッチャーはこの戦況をじっくりと見守っております。安心してこのジャイブトーンズに任せていると申し上げてよろしいでしょう。さあジョン・テンタが出てまいりました。この巨体です、怪力ジョン・テンタ、身長196センチ、体重160キロ。さあ得意技はベアーハッグでありますが、このベアーハッグかつてはアブドラザ・ブッチャーも持ち上げたことがありますが、おっとショルダーバック、もちろんはジョン・テンタにございます。
さあシェスカバットレの足を取っております。白い肌ジョン・テンタ、そして褐色の肌シェスカバットレ、このままサイドのヘッドロックからどのような展開を見せるのか。世界の荒武者八津義明が出てまいりました。日本人チームの今日は大将となっております。さあここから一気に攻めたい日本人チーム。黒い虎タイガーコンウェイジュニアが出てまいります。フットワークが軽い。さあ自らロープに走った、他のに走っている、パンチ、これは読まれた、と距離を取ります。非常にコミカルなんですよね、ジャイブ・カーンズ。さあゆっくりと、さあヘッドバット、八津義明もどのように対応していいか困っております。さあバックを取った、体を入れ替えてフライングメイヤースリッパーホールドです。キャンバス中央、ほぼ中央、タイガー攻撃ジュニアを捉えております。さあゆっくりとここからスタンディングポジション、再びサイドのヘッドロック。さあここからコーナーに詰め寄ってブロッキングヘッドロックに持っていくか、それとも足技に持っていくか。まずロープに絡めました、ショルダーロック、もう一度走って、これは巻き投げを見せられました。フライングメイヤーからしっかりとサイドでヘッドロックを取っております。今大きな雄たけびをエプロンサイドから見せましたシェスカワットレイ。さてここまでのところ馬場さん、黒人チームペースと見てよろしいでしょうか。ペースでもないでしょうけどね、はい、やつがロンリーバトルとなっております。シェスカワットレイが出てまいりました。ロープに今度は逆にホイップした、高く投げ出しました。場内から大きな拍手、八津義明、さあ一気に稼ぎ攻めるか、ヤッキルパンチ、場内からオリアのコールです。さあ自陣の自軍の方のコーナーに持ってまいりました。そしてグレート高木が出てまいります。アッパーブロー攻撃、アッパーブロー2発、さあ抱え上げてボディースラム、ここからカウントが入ります。カウントは2です。自分のコーナーに逃げ止まりました。そしてアブドラダ・ブッチャーの登場です。場内からはブッチャーブッチャーのコール。試合時間は5分を経過しております。この表情、ブッチャー、さあ組み合いました。グレート歌舞伎、どのように対処するか、どのようにこのブッチャーの攻撃をかわして自分のペースに持っていくか。まずはパブロ、パブロ2発、地獄突きオリエンタルクロー、ロープにやすやすとホイップ、ショルダータックルを見舞います。百戦錬磨のこの額でヘッドバットを見舞いました。さてリング上にはブッチャー、そしてこちら解説席にはジャイアント馬場さんとなりますと、やはりこの9月2日の日本武道館、このブッチャーとの一騎打ちについて触れないわけにいかないんですが、この馬場さんの選手生活30周年記念試合なんですが、実際にこのブッチャーと一騎打ちをするのは何年ぶりぐらいなんでしょうか。そうですね、8年ちょっとじゃないですかね、はい、もうそんなになりますか。来日以来19年間にわたりこのジャイアント馬場さんを生涯のライバルとしておりますこのブッチャーと一騎打ちの試合が日本武道館であるわけなんですけども、逆にこの馬場さんにとってこのブッチャーという選手はどういう選手でしょうか。はい、まあ、8年ちょっとですからね、もう2人ともやってませんからね、はい、ですけどもブッチャーの調子を見てますとね、はい、非常にその張り切ってんですよね。コンディションももう前と変わりませんよね、はい、ただ前より変わったのはやっぱちょっと前より体重が増えたんじゃないかと思うんですよね。もう注目されるところでありますが、さあリング上にわかに慌ただしくなってまいりました。おブッチャーがエルボー毒針、ジャストミート、ジョンテンダの胸を乗り刺さった、カウントが入る、カウント3、ヤツのカット間に合わず、ジョンテンダの怪力に生かさず、最後はアブドラブッチャーの怪力の前にジョンテンダ屈しました。いやー馬場さん、ブッチャーが出てきてからあっという間の展開でしたね。そうでしたね、まさか天田がこんなに早く潰れるとは思いませんでしたから、ね、ちょっとよそ見してましたね、外の方へ目が行ってました。なるほど、私どもファンとしましてはこのジョン・テンタの怪力に期待したところでありますが、アブドラタ・ブッチャーのこの怪力の前にジョン・テンタ屈しましたが、おっとにわかに
にわかにちょっとアブドラブッチャーがこちらの放送席にこの獣のような視線を投げかけております。ブッチャーの視線の前には9月2日日本武道館でのジャイアント馬場さんがいるわけでありますが、あと おっとアブドラブッチャーがこちら放送席の前にやってまいりました。フェンスのそばのお客さん気をつけてください。報道陣の皆さんも気をつけてください。さあジャイアント馬場さんとこのブッチャーとの睨み合いが、あーそして鉄柵を越えてブッチャーが入ってきた。鉄柵が倒れようとしている。さあ馬場さんはあの立ったままでありますか。ブッチャーがこちら放送席の方に向かってまいります。怖い、今ジャイブトーンズがそのブッチャーを抑えておりますが、このように目がランランと光っております。ブッチャーであります。観客席をかき乱しながら、ブッチャーゆっくりと花道を下がっていくわけでありますが、あったこちら戻ってまいりました。アブドラブッチャーであります。今高野俊二、そして田上明にヘッドバット見舞いしてもらいました。そして、ジャイアント馬場さんにはちゃんとグレート歌舞伎がスタンバっておりまして、その身の安全をキープしておりますが、おっとアブドラダブッチャーが今ジャイアント馬場選手をリング内に誘っております。そのグレート歌舞伎が抑えておりますが、場内この異常な拍手、レフェリーの和田恭平さんももちろんこのジャイアント馬場選手を抑えております。しかしリング内でただ一人アブドラダブッチャーがご覧のようにジャイアント馬場選手を呼んでおります。凄まじい今手形な空を切っております。アブドラブッチャー場内ババコール、9月2日日本武道館におきますこのジャイアントババ選手との一騎打ちを控えて、アブドラブッチャー開幕戦の後楽園ホールだ。おっと今レフェリーの和田恭平さんが場外に投げ出された。レフェリーそして観客アナウンサーのみならず、この新潟市体育館が震撼しております。激震しております。さあ我々アナウンサーとしてどうこれを対処していいか分からないでありますが、アブドラブッチャー今こちら放送席目前で、おっとロープからその身をこちらの放送席に持ってこようというのか。さあ今ゆっくりとエプロンサイドからこちらに向かってくる。それをグレート歌舞伎が椅子でちゃんとこうカットしようと押してくれておりますが、あっと降りてきました。じゃアブドラブッチャーであります。これが調整が全日制軍の菊池選手そして高野選手がちゃんと抑えてでいてはくれますけれども、おっとこれは観客席の方にアブドラブッチャーが入ってまいりましたよ。さあ何をしようというのか。かつてはこの新潟体育館でカメラちょうど1カメですね、一番高いポジションにあるカメラを倒そうとまでしたアブドラブッチャーでありますが、今日はどんな恐ろしい手に出ようというのか。ゆっくりと花道に下がっていこうと、下がってまいりましたね。これは助かりました。アブドラブッチャー、今ジャイブトーンズのいざないのもとにゆっくりと花道を下げて行ったわけでありますが、さてジャイアント馬場さん、アブドラブッチャーのアピールをどうお感じになりますか。ですから前にやった時とね、はい、非常にその体重が増えてるんですよね彼がね、はいはい、その体重が増えてることがね、はい、そのスタミナにどうつながっていくかという、はい、ことがね、はい、問題だと思いますね。はい、わかりました。ジャイアント馬場さん頑張ってください。全日本プロレスの秩序を守っていただきたいと思います。米どころ酒どころ味どころ新潟、新潟からの中継です。ジャンボ鶴田小橋健太対ジョニーエースシェーン・ダグラス、ザ・ダイナミック・デューズの一戦が行われました。タッグマッチ45分の一本勝負、ザ・ダイナミック・デューズが入ってまいりました。さあ全日本プロレスは若手の成長、ニュータッグチームの誕生が大きな話題となっていますが、このダイナミック・デューズも注目を集めております。特にジョニーエースは武道館大会、この次次回の放送になりますが、小橋との対決、それが前哨戦、今夜の試合になるわけであります。新潟は海がいい、炎のように揺らめく夕日が金色の波に海水浴をします。さあ昔から堀と柳と美人の町として多くの人に親しまれてまいりました新潟。新潟からの中継は鶴田小橋の入場です。さあまずは小橋を先頭に入ってくるでしょう。
連日テレビでメインイベント戦に抜擢されまして、天竜軍と激闘、大健闘している小橋、そしてジャンボ鶴子の表情が見えました。その強さを前回放送の後楽園大会でも遺憾なく発揮いたしましたジャンボ鶴子。来週放送の大阪大会、世界タッグの防衛戦を控えておりまして、天竜川田の挑戦を受けます。燃えに燃えている鶴子も入場。中田龍林アナウンサーによる両チームの紹介。名前が魅力的です。シェーン・ダグラス、ザ・ダイナミック・デューズ、短い放送の武道館大会、小橋との対決があります。前哨戦ジョニー・エース、この夏は忘れられない夏になりそうです。小橋健太頑張っています。次回放送の大阪、世界タッグタイトルマッチがあります。世界タッグチャンピオンのジャンボ鶴田、どんとこい天竜。解説はジャイアント馬場さんです。馬場さんのお膝元、新潟、新潟市体育館、人気絶大でありますジャイアント馬場さん、昭和51年の6月、当時 NWA チャンピオンのテリー・ファンクと戦っています。またあのデストロイヤーに勝ちまして、軍門に下りましたデストロイヤーが、それ以降日本陣営に入ったという思い出のこの地であります。セミファイナルの45分の一本勝負、試合前の入念なボディチェックが行われました。カラフルなトランクスを身につけています、ザ・ダイナミック・デューズ、今握手を交わしました。馬場さん、この試合の見どころは、今ゴングになりました、ズバリどこになりますか。そうですね、やっぱり、はい、急成長してきた、ね、小橋がどこまでやるかですね。あ、そうですか。シェーン・ダグラスと今その小橋が戦っております。さあロープにかましたショルダーアタック、シェーン・ダグラスが勝ちました。血に伏せた小橋、帰ってくるところをすくい投げ、そしてあっと両の足で蹴上げられました。シェーン・ダグラス、スプットラツ、小橋が同じ技を返す。この馬場さん、小橋ですが、あの後楽園大会前回放送いたしました、あの試合はどういうふうにご覧になりましたか。やっぱりね、まあ、小川もいましたしね、やっぱりまだジャンボと天竜にですよ、はい、2人ともがその通じるところまではまだ来てないんじゃないかという印象は受けましたね。さあこの2人が武道館大会で激突します。小橋健太とジョニーエース、さあどんな前哨戦になるか。さあ、おブレンバスターで大きな小橋の体を投げました。ジョニーエースが195センチ115キロ、小橋の方が186センチですから、身長は小橋の方が9センチほど低いんですが、体重の方は僕の方があります。その9センチ差は、あまり、意識はしていません。このように小橋は語っています。なかなか頼もしいセリフを吐きます小橋健太。あの後楽園大会ではアームホイップ巻き投げです、ポジションを取ります。後楽園大会ではローリングクレイドルを見せてくれました。テレビで見て道場で練習をして、そして一目に出しても恥ずかしくないということで出したということでありますが、馬場さん、この実戦で見せますというのは大変勇気のいることなんでしょうね。そうですね、ただね、この小橋は非常に練習熱心でですね、はい、心配になるぐらい練習してますからね、そういう意味ではね、はい、どんどんその強い選手と当たっていけばね、自信もすぐつくと思いますよね。今日のこのジョニーエースも強敵であります。武道館大会、前哨戦でありますが鉄柵に打ち捨てられてしまいました。そのジョニーエースをキッという表情で睨みつけております小橋。まあ、この今シリーズのパンフレットにもありますが、ジャイアント馬場さん、この小橋を見ているとフライングアリアット、ジョニーエース、小橋を見ているとこの自分の昔を思い出すと、とにかく試合をしたかった、あの頃は俺もうずうずしていた、こういう思い出が小橋を見ると蘇ってくる、そういうことを書いてらっしゃいますが、あ、小橋健太、相手がシェーン・ダグラスに変わりました。やはり小橋は今もう試合が面白くて面白くて仕方がない、そういう時期なんでしょうか。そうでしょうね、その小橋健太です。何しろまた大きくなりました。113キロから今度は115キロになりました。このシリーズ、太ももがこのズボンに入れなくなって困っているということなんですが、その小橋からザ・ジャンボ鶴田です。さあジャンボ鶴田が出てまいりました。ジャンボ鶴田エルボーです。あの後楽園エルボー、この小川にも見舞っていった強烈なエルボーになります。シェーン・ダグラスを捕まえております。さあジャンピング
大阪では天竜川田の世界タッグ戦があります。次回放送の武道館はパートナーのやつとのシングルマッチ五輪対決があります。乗りに乗っているジャンボ鶴田ネックブリーカードロップ。先ほどその小橋のその頑張りが、ま、前回放送の後楽園大会、ま、さすがやはり鶴竜というところもあったわけでありますが、この鶴竜の方は何でしょうか、これやはり小橋小川には負けられんぞと言いますか、やはり午後から5分間すごい鶴竜対決がありましたよね。そうですね、まあ場面を見ている限りね、はい、やっぱりジャンボと天竜と戦うやっぱり不安も望んでましたでしょうしね。そうですね、はい、さあ2サイドキックです。小橋、まあ、あの試合の後非常に悔しい、目を真っ赤にしておりました小橋、その悔しさがバネになるでしょう。ああブレンバスター超低空気味に打っていきました。左のまぶたに絆創膏が貼ってありますが、これはダグ・ファーナスに、神奈川大会でこのヘッドバットを受けまして、こう負傷いたしました。しかしやる気満々の小橋、さあザ・ダイナミック・ルーズの方は速いタッチワークを使ってまいりました。これが新庄でしょう。ジョニー・エースが出てまいりました。まあ馬場さん、この本当にこのタッグチームいろんなチーム、ああショートレンジのバリアットです。本当にたくさんのこのタッグチームが出てくるんですが、アスナロタッグという感じもいたしますね、このチームも。そうですね、まあそういうふうに見ればフットルースもあるいはカンナムエクスプレスも、このアスナロタッグということが言えるかもしれません。このザ・ダイナミック・デューズはあっとダブルのリープフロック、おーこれは驚いた、パワースラム、これはジョニーエースが得意だ。そして今度はエルボーを落として速い攻撃カウント2、追い込んでおります。次週放送の大阪大会ではカンナムエクスプレスと対決します。アスナロ対決、アスナロタッグ対決と、言えるかもしれません。ダイナミック・デューズどうですか馬場さん、ここまで。いや、わりかといい動きをしてますね、非常に小気味のいいレスリングを見せております。そして小橋と鶴田の連携も今日はいいようです。これがタッグ4回目であります。さあジャンボ鶴田が足を殺しに行きました。左の足、ジョニーエースを捕まえております。まあ、ジャンボ選手も言っています。天竜は燃えていた、俺も意地になってしまった、このように後楽園大会を振り返っています。また天竜選手も、いやジャンボはすごかった、客に王と言わせる暇がなかったよ今日のジャンボは、とこのように話していました。大阪大会世界タッグ戦が楽しみであります。チョップ合戦、上になっている鶴田のチョップ、エルボー、強烈な攻め、顔面かきむしり、ジョニーエースも負けず嫌いです。さあ今度はカットに入ってまいりました。カットに入ってきたジョニーエースがカットに入ってきました。先ほどチョップを返したのはシェーン・ダグラスであります。そのシェーン・ダグラスをボディースラム、ジャンボ鶴田積極的な攻めを見せております。さあヤツとは天竜への挑戦権決定戦のつもりでいく、天竜も俺に勝って来いと言っているはずだ、このようなコメントを残しています。こうやって、ね、シェーン・ダグラスは日本へ初めて来たんですよね、はい、その天竜なりねジャンボと戦ってね、本当にびっくりすると思うんですね、彼らの強さにね、強さに皆さんの肌でそれをひしひしと感じているかもしれません。シェーン・ダグラス、やはり戸惑いみたいなのはちらっと見られますか。それはそうだと思いますよ。そうですか。ダブルの連携、フライングラリアット、ジョニーエースのいいところをうまく引き出しています。シェーン・ダグラスです。まだこのアメリカでもこのタッグチームキャリアはそうそう多くないんですが、今度はラリアット足をグッと踏ん張って打ちました。ジョニーエースです。片指に固めたジャンボ鶴田返しました。今度は腕を取りに来ました。すぐ返します。ジャンボ鶴田今度はスリーパーホールドに行きました。ヤツもゴディも三冠レースに入ってまいりました。ジャンボ鶴田天竜とこの4人の中で誰が武道館大会光るのか、まあ、武道館大会と言いますと馬場対ブッチャーの、これは馬場さんのデビュー30周年記念試合、それから9月15日後楽園大会記念興行が決定しております。今日は新潟大会、ジャンボジャイアント馬場さんのお膝元ふるさとから中継をお送りしております。さあ今度は小橋です。小橋がエルボーを落としました。まあ、馬場さんのこの自助伝、合同16門にはこの新潟市三条を出るときに、一旗上げるまで帰れないというふうに言っていたという記述がありますが、この小橋も福知山、京都の福知山を出るとき、まあ、このメインを張るまでは帰らない、テレビに映るまで帰らない、このように誓ったようであります。チョップ合戦、チョップ合戦、チョップ合戦、さあ小橋も負けていない。さ
小橋の右の耳に詰め物がしてありますが、これは天竜小川組と戦った時に、この張り手を食いましてちょっと耳、痛めております。しかし頑張り屋の小橋、ザ・ダイナミックリューズに捕まっております。どう反撃しますか。クロスラインを引きました。ダブルの連携ではこのザ・ダイナミックリューズの方が多いような気がいたします。さあ、そしてサソリ固めです。ジョニーエースのサソリ固め、スコーピオンデスラックです。小橋返せるかどうか。この体の大きくなりました小橋、先ほどこのズボンも入らないと、太ももが太くなったという話がしましたが、さあその強靭な足で返すことができるか。どうだ小橋。さあ今度はデスロックの体勢。馬場さん、今小橋選手に来ましたらふくらはぎがパンパンなんだということもね、いいんですが、そうですね、それほど走り込んでいます。やっぱりね、だんだん上半身も大きくなってきてますからね。そうですね、下半身も大きくなってこないとね、バランス取れなくなるし、やっぱり腰から下の力が一番大事ですからね。ああ、なるほど。この折橋、練習生の折橋が言っておりましたが、この着れなくなって大きくなって着れなくなった洋服をプレゼントしてくれるそうでありまして、あるいはこの出張に持っていくバッグ、こんなのもプレゼントしてくれるそうであります。後輩の面倒も身もいい小橋であります。さあドロップキック、シェーンダグラスが打っていきました。今度はコブラツイストであります。小橋今走り込みとダッシュ、それから腕立て、あ、ローリングクレードルだ。ローリングクレードル、ユリースがダメ、回転ユリースがダメ。さあこれは天竜の目の前で打った、あのテリーバンクの得意技、そのやはりずぶといところを見せた高楽園大会でありましたが、今日の馬場さん、クレードルどうでしたか。いいですね、こうやって、はい、何でもやっていけばいいと思います。失敗したいっていいですよ、さあジャンボもその気迫に呼応するダブルアームスープレックス、これも高楽園で見せてくれた技です。カウント2まで追い込みました。まあ、お客さんも今日はじゃあ小橋何を見せてくれるんだろう、こう期待するわけでありまして、そしてまた小橋も、まあ、プレッシャーを自分に与えることによってまた刺激を受けるわけであります。ジャンボ鶴田カウント2まで来ました。さあここら辺はシェーンダグラスも頑張りどころでありましょう。さあそのまま、コーナーに持っていきました。そしてタッチを行います。ニーを当てます。ジャンボ鶴田が今度は捕まりました。すでに大阪、そして武道館、さらには隔離対決を睨んでいるのかもしれません、ジャンボ鶴田。さあおっとジャンボのおかぼを奪うダブルアームスープレックス、いわゆる人間風車です。カウント2で、跳ねのけました。今日はそれぞれの選手がそれぞれの選手の得意技を、返すという場面が見られております。さあジャンボ鶴田ミサイルキックを狙っている、そのままプレスした、プレスしたジョニーエース、どうだ。カウント2です。カウント2で、跳ね返しました。さあ今度はどうだ。サボールに決めたぞ、合体か、あーこれはうまい、ロープにドローを打ち据えました。ロープにドローを打ち据えました。今度はバックドロップ、後楽園ではこれを小川に決めてカウント3。今夜は怪人チームにバックドロップを見舞いましたジャンボ鶴田であります。開幕戦、そしてこの新潟大会と見事なバックドロップ、ジャンボ鶴田非常にこのシリーズ快調な滑り出しを見せております。馬場さん、このタッグマッチちょっと切っていただきましょう、いかがでしたでしょうか。あの外人の動きもね、はい、今ジャンボにバックドロップを振りましたけども、非常にいいものがありますね、はい、でエースはね、僕は小橋が負けるかなと思って見てたんですけども、まあ、小橋もよう頑張りましたしね。あ、そうですか、なかなかいいチーム。そうですね、やっぱりジャンボの力がねちょっとずば抜けてたというところじゃないですかね。そうですか。11分41秒、最後はジョニーエース、シェーンダグラスチームをジャンボ鶴田がバックドロップで、切って取った試合、11分41秒でございました。さあ青い空に真っ白なミニ道具の夏のシリーズ、いよいよサーキットに出てまいりました。今夜はジャイアント馬場さんのふるさと新潟からの中継、いよいよメインイベント、天竜源一郎川田組対テリーゴディ東都チャンピオン組、メインイベント60分の一本勝負であります。ゴディとチャンピオン組先に入場、テリーゴディが開幕戦ひときわ大きく大きく見えました。 9.2 日本武道館、天竜の3冠に挑戦。さあ今度は天竜と川田組、激しいプロレス請負人であります天竜同盟の登場。プロレスの魅力は何といっても厳しさ、激しさにつきます。
この夏のシリーズ、この2人が厳しさ激しさを徹底的に追求いたします。天竜源一郎川田俊明チームの入場。 9.2 日本武道館、天竜はテリーボディに三冠タイトル防衛戦、川田は冬木とカンナムエクスプレスのアジアタッグに挑戦。両者ともにベルトが刺さっています。さあ戦いの伝統日本武道館で笑えるか天竜川田。今夜は新潟のリング上、60分の一本勝負であります。本日のメインイベントタッグマッチ60分一本勝負を行います。アウトが275ポンド、タドチャンピオン。まずタドチャンピオン初来日、日本のファンの目は厳しいぞ。300ポンド、テリーゴディ。いよいよ進化発揮か、シングル一人旅、パワフルボディ、テリーゴディ。ラガコが250ポンド、川田俊明。一生懸命やっています。その姿勢が非常に嬉しい川田。200ポンド、天竜源一郎。天竜革命に成功、三冠チャンピオン、落ち着き払った天竜源一郎。今夜の放送はご出身新潟からの中継、新潟出身のジャイアント馬場さんでございます。さあ馬場さん、この勝負も激しい試合になりそうですね。そうですね、特にゴディと天竜とあった場合にね、そのどんな技が出るかね、どんな顔してやるか見ものですね。そうですね、三冠争いはもう始まっています。天竜ゴディ、そして相手は大きいががむしゃらレスリング復活、川田俊明であります。さあ先陣を切っての登場はさあどうでしょうか。天竜同盟、おっと親分、天竜からだ、天竜からだ、おお相手はゴディだ。この両者 9.2 日本武道館でシングルで争います。三冠のベルトをかけて争いますが、テリーゴディの右のキックは脇腹を捉えました。怒った天竜、相手を押します。しかしパワーではテリーゴディ負けておりません。髪の毛を掴んでいる。さあ激しい投手、激しい投手、もう三冠争いが始まっていると見ていいでしょう。さあ面白い振り広げられそうです。天竜がチョップで一発返しました。さあこの両者であります。ハンセンとタッグを解消いたしましたテリーゴディ、一本立ちのテリーゴディ、馬さんどう見ますか。ね、まだね、どうとても言えませんけども、はい、開幕戦のゴディどうでしたか。ね、やっぱりね、気が入ってますよね。はい、あのゴディンジのブッチャンジはね、さあおっと長い足を飛び出しました。ロングキックが当たります。今度はパンチ一戦、ちょっと顔を下に向けました。天竜源一郎チョップで切り返す。さあ猛然と襲いかかってくる人間魚雷、すごいパワフルな攻撃、キックを非常に多用しておりますが、天竜上半身へチョップ、また合わせた。ちょっと今度は足を取ったぞ、何で持ってか、ドッと投げ切った。そのまま片指に捉えた。しっかりと抑え込む天竜であります。がむしゃらに抑え込んであります天竜です。さあ天竜対テリーゴディ、 9.2 日本武道館決戦、三冠の防衛戦を控えておりますが、この天竜は控え室で記者団の前に言っておりましたけれども、テリーゴディのこと、テリーゴディの実力を天竜は非常に認めてますね、馬場さんね。そうですね、そうですよね、本当に要注意ですよね。そうですね、力はあるし技はあるしね、スピードはあるしね、はい、そうですね、かつての体力はありますしね、はい、その体力に物を言わせまして、すごいキック3連発で場外に送り出した。待っておりましたのは東京チャンピオン。さあ日本初遠征でありますけれども、いい印象を残したいところ、東京チャンピオンうまく呼吸を合わせております。テリーゴディと東京チャンピオン、またテリーゴディが前進、ちょっと受けております。顔面蒼白の天竜源一郎。天竜とこのテリーゴディの出会いというのは、天竜選手がアメリカで非常に苦労した修行時代、ジョージアのサーキットを務めていたときに、このテリーゴディがジョージアで王道を行っておりました、トップを取っておりました。その時強い選手がアメリカにはいるなというふうに感じ取ったということであります。その天竜が言った通り、テリーゴディが強くなってまいりました。さあ今度は川田にタッチ、相手はテリーゴディから東都チャンピオンです。跳躍力があります。エルボーを落としました。そのままカバーの体勢。さあ川田、脇腹の痛みはどうやらなくなったとこう言っておりますが、さあ思い切って飛んでそのまま相手の体を丸めました。ローリングクラッチホールド、東都チャンピオン195センチ、131キロ、あのアメリカンフットボールのラムズ、そして49ers を経まして、そしてこのプロレスラーになりました。今報告が入りました。天竜選手、頭から血を流したそうであります。場外でどっか打撲を受けたようであります。ちょっと心配な天竜、今川田が勝負をしています。さあ
相手になっておりますのはテリーゴディだ。テリーゴディを相手にしております川田俊明。川田選手もおっと場外で思い切って本部席に叩きつけました。テリーゴディの怪力。小野さん、開幕戦の後楽園ホールカンナムエクスプレスにロープに叩きつけられましたこの川田でありますが、その時脇腹を強打、一瞬、いや数秒間、いやいや時間にして1分ぐらいか全く体勢を整えることができなかったシーンがありましたですね。そうですね、まあ、なんて言うんでしょうか、このロープに飛ばされた時のこの衝撃度というんでしょうか、まざまざとその怖さを見せつけられました私たちであります。ロープにこう脇腹のあのあばらってね、割と本当に弱いんですよね、はい、弱い部分なんですか、はい、はまた場外戦でその話もうちょっと後で、詳しくお聞きしたいと思います。さあテリーゴディの猛攻を受けています川田俊明、体を丸めて防いでいます、体を丸めて防いでいるが容赦なく叩き落とす、容赦なくテリーゴディパンチを叩き落としました。もう一回フェンスで直撃か、うわーオーバーだ、オーバーフェンスです。場内のお客さんの中にバーンと飛んでいきました。3メートルぐらい吹っ飛ばされました。おっと助走をつけて危ないぞ川田、川田危ないぞ、川田危ないぞ、ここは一気にリングの中に戻りたい、川田危ない、川田危ない、また脇腹を抑えるか、容赦なく攻め込みます。テリーゴディだ。さあ天竜しかし助っ人に行きません、天竜助っ人に行きません。この川田の実力を我慢を我慢強さを知っている天竜、エプロンでじーっと眼差し川田を見守っておりました。その後楽園ホールロープに飛ばされた時ですけれども、馬場さん、あの時折一般のファンがですねロープにボーンとレスラーが投げ出された時にどうしてまた跳ね返ってきてしまうんだというようなこの素朴な疑問を受けることがあるんですが、跳ね返ってきた時の方が馬場さんこの負傷って言いますか危険度が少ないわけなんでしょう。そうですね、よくそういうこと言いますね。しかし川田選手はしっかりと後楽園大会の時にはロープを体ごと逃げてしまいました。その時脇腹に痛みが走ったということであります。まだ脇腹を抑えておりますが、さあその間に天竜が出てまいりました。あ、天竜の目尻が切れました、天竜の目尻が切れました。さあチョップです。さあここから本領を発揮するのが天竜、相手は東京チャンピオン上勢のある選手でありますが、実力的にはどうでしょうか、もう少しましたら馬場選手に実力を分析してもらいたいと思います。再びテリーゴディが出てまいりました。テリーゴディと天竜だ。さあ激しい投資だ、参加争いはもうすでに始まっているぞ。このおわーっと天竜ラリアット、うまく出しました、うまく出しました。魅力があります天竜のレスリング、リング上では絶対に嘘をつかないそういう姿勢をじっと守っています天竜。しかしテリーゴディも人間魚雷ラリアット、左のラリアットちょっとジャブ気味でありますが当たりました。さあ一進一退の攻防、リングの中央で相手の亀よけを取ってもう一回引き起こしてまいりました。さあ両者の対決です。まさに9点に日本武道館は実力対決ということになりました。初めて見たのがジョージア、その後本当に強く強くなってまいりました。そのテリーゴディ、今テリーゴディの実力を認めている天竜、うまいカウンターのキック、天竜キック、相手の顎に炸裂。さあ次なる技は自分のペースを取って何でもっていくか。さあこの2人今夜はあのパワーボム合戦が見たい。トップロップからあっとちょっとバランスを崩した、こういった後がちょっと怖いぞ、ちょっと怖いぞ。さあテリーゴディが早くも体勢を立て直した。どっちが先にパワーボムを打っていくんでしょうか。ガーッドラップキック140キロが飛んでいくんです。空を切りました人間魚雷ドラップキックであります。さあ馬場さん、お互いにパワーボムを、得意としてるんですけど、どっちが先に出しますかね。そうですね、それとも今夜は前哨戦ですからこれはしまっておくのか。さあどういうことになるんでありましょうか。ドラップキックを2連発打ちましたそのテリーゴディ、シングルマッチあのハンセンと分かれました。馬場さん、天竜はですねあのハンセンよりもこのテリーゴディが怒って集中してきた時にはハンセン以上の力が出るんだということを言ってますね。天竜はそうでしょうね、はい、それだけテリーゴディの実力を買っている天竜であります。三冠防衛戦侮れません実力者テリーゴディ、日本で一人旅であります。さあ東都チャンピオンが出てまいりました。馬場さん、熊で東都チャンピオンどう見てますか。初来日です。そうですね、体はいいんですけどね、はいはい、やっぱりもう少しキャリアが欲しいですね。ははアメリカン、まださっきから見てましてね、はい、O っていうような技がまだ出てこないんですよ ね。 そうですね、あるのかないのかわかりませんけどもね、はい、そうですね、まあ、あの開幕戦の時にはショルダータックルみたいなものはいかにもアメリカンフットボールで、あ、これです、ショルダータックル鳴らしたなという感じがいたしますが、相手にどうなんでしょう、威圧感を与えているのかどうか。ギロチンだ、こういう技を出して、はい、その後に何が出るのかね。そうですね、今これ一つでは怖くないんですよ、はい、大技を2発出しました。さあその後です、もうすでに天竜が体勢を整えてまた円錐切り、1ミリでも1ミリでも相手の急所を狙ってまいります。パワーボム、天竜が先に出した豪快、しっかりと抑え込んだ後ろからそのパワーボムの元祖テリーゴディ。さあテリーゴディの
落とした、落としたままで両者が離れました。ここが違うんです。天竜は落とした後自分の肉体をかぶせるようにして抑え込む。これが天竜のパワーバム。テリーゴディのパワーバムは落としっぱなしです。さあその辺りどうでしょう。その間に川田が攻め込んでいきます。川田のスピンキックがテリーゴディの顔面を捉えています。さあ天竜から川田にタッチでありますが、テリーゴディの狙いはあくまでも天竜。さあ9点に日本武道館が待てない。さあフェンスに大前行って、天竜を突き飛ばしてまいりました。そして放送席、さあリング上ではトントチャンピオンだ。リング上ではトントチャンピオン。さあテリーゴディが来ています。テリーゴディが放送席の目前、私どものマイクロフォンが天竜に絡み合っています。さあテリーゴディが天竜を捉えている。リング上も要注意。すごい力で殴り倒します。怒りの攻撃、怒った時のテリーゴディは怖い。リング上川田がキック、キック、ミドルキックでトントチャンピオン狙っている。さあ本部席が完全に破壊されました。怒った時のテリーゴディは本当に怖い。すごい勢いです。そしてリング上は川田がうまくピンフォールに取りました。川田がうまくピンフォールに取りました。冷静な川田、しかし問題は場外です。9点に日本武道館の前哨戦がこの新潟で始まっている。さあこの140キロの巨体、椅子が2つ絡み合っている。テリーゴディが怒った。川田がここで追っかけた。川田がここで追っかけます。川田が追っかけた。天竜が下敷きになっています。さあすごい怒りの猛ラッシュを見せましたテリーゴディ。さあ9点に三冠が非常に不安になってまいりました。場外で徹底的に痛められました。今夜の新潟の大会、天竜、さあ歯を食いしばって、歯を食いしばって、今リング上に戻ります。さあこの後番外戦があるかどうか。9点に日本武道館決戦、その前哨戦を大荒れ。両者対角戦場で睨み合っております。両者対角戦場で睨み合っております。パワーモブ合戦で果たして勝負がつくのか。テリーゴディ対、天竜源一郎、過去2試合シングルマッチがありますけれども、共にリングアウトでやります。共にリングアウトでやります。そして元祖パワーボムを日本のレスラーで初めて食ったのが天竜。こういう因縁があるんですけれども、さあ決戦、9点に日本武道館決戦が待ちきれないというお客様、もう一度戦わせろ、もう一度戦わせろというアピールを行っておりますが、さあ勝負は今9分15秒、9分15秒、ちょっと結果、若林さん、もう結果をもう一回調べてくれませんか。9分15秒、両者リングアウトですか。今若林アナウンサーが飛んでいきました。今結果をお伝えしたいと思います。さあ放送席冷静になりたいと思いますが、はい、あ、ピンホールですね。そうですね、リング上で抑えましたね。私ども外に相当気を取られておりましたが、リング上で川田選手、はい、川田選手が見事に国土チャンピオンを抑え込みました。さあ怒りの天竜、怒りの天竜、スクエアを持ち出しました。さあ今度はテリーゴディが、うわー、1対スクエア、天竜が一緒に投げた。大荒れ、危ない、リングサイドのお客様危ない。さあテリーゴディがすごい勢いで怒り出した。さあ怒り出したら、おっとブバさん、これちょっと危険ですね。お、椅子の投げ合い、天竜も怒った、テリーゴディも怒った。放送席は危険です。さあババさん、本当にテリーゴディが怒ると怖いですね。テリーゴディがもう徹底的に打ちまくりまして、場外での大乱闘がありましたが、川田選手が冷静沈着にトッドチャンピオンを丸め込みまして、勝利をものにしております。89サマーアクションシリーズ2日程です。8月29日大阪府立体育会館、30日高松市民文化センター、9月2日日本武道館、3日江戸崎町、4日岩手水沢市民体育文化会館、5日岩手陸前高田市民体育館、6日いわき、最終戦は8日太田市日井特設リングです。次週は世界タッグ選手権、鶴田八津組対天竜川手組をお送りします。